風邪ひくなよ。こいつはどうだ？これ。よいしょ、沸騰したり。断罪の中。油断するな。風魔竜の状況は未だ危険なままだ。それにファドゥイの方にも何か動きがあるかもしれない。ディルック、最近ファドゥイがあなたのことを好まざる人物と宣言したそうだな。光栄なことだ。そもそも彼らは誰かを好ましい人物だと宣言したことなどない。ファデュイ、あのスネージナヤの使節団とディルクの旦那にはどんな接点があるんだ？ファデュイは騎士団にとって厄介なだけでなくモンドの脅威でもある。モンドを脅かす全てのものに対してディルクは。いいんだジン、君ら騎士たちは外交役を名乗るクズに対して直接手が下せなくなるほどの制約を受けている。僕は個人的な美学をモットーに彼らの横暴さを嫌っているだけだ。仮に氷のスライムを丸飲みするかファデュイに入るかどちらか一つを選ばないといけないなら、空から降ってきた隕石が大地を割りその隙間に挟まって死ぬ方がマシだ。ディルクの旦那の想像力ってなんだか変わってるな。集めた結晶を出して。あ、結晶の色がますます濁ってる。トワリン、一体どんな苦しみを。とにかくまずはこれらの結晶を浄化しよう。違法の旅人、お願いだよ。この目で見ていなければとても信じがたいが。面白い。まるで酒のろ過のように澄み渡っていく。これだけ涙があれば十分だ。次はこの前みたいに涙を天空のライアーに落とそう。前とは全く違う感じがする。風元素、活発になってきたね。これなら問題ないはずだ。ありがとう。それでどこで風魔竜を呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら取り返しのつかない事態になる。このワイナリーも。ああ、ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめた方がいい。海風、もしくは高いところを吹く風は詩人の歌声を遠くまで運んでくれるんだ。逆に空気が乾燥していたり重かったり憂鬱な雰囲気はダメだ。詩人。なるほど、海風もしくは高いところを吹く風だな。演奏に向いてるところは。それはアンバーでも難しいと思うぞ。星落としの湖から東、砂浜の南に山地がある。あ、こないだお前が寝てた砂浜。山の伸びる方向に沿って登ると星拾いの崖というところに着く。詩人、君が希望する海風も高いところを吹く風もそこでなら条件を満たせるだろう。ふむふむ、星拾いの崖ね。確かにいいところだね。僕では準備して星拾いの崖に集合しよう。みんな遅刻しないように。了解だぜ、団長。あ、すまない。つい。プライベートで行動することになっても、ついあの口調で話してしまう。風の導くまま。